なんか時間の経つのはあっという間だそうでございます。最後の曲だそうです。これはね、日本で2番目に有名だというふうに思ってるんですけども、知ってる人は知っている、知らない人は知らない。花祭り、現代は馬宇賀渓流、はい、馬宇賀という谷がアルゼンチンの山の中にあるんですけども、そこのお祭りを歌った曲で、馬宇賀渓谷の人たちっていう、そういうタイトル、馬宇賀渓流。でもなぜか日本に入ってきた時には花祭りという日本語のタイトルが付けられています。これもぜひ皆さんにも協力していただいて、まあ、手拍子はもちろんのこと、途中でね、ラララ、ライライライで歌うところがありますので、一緒に歌っていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。